マネーフォワードクラウド契約について説明をさせていただきます弊社の契約書の手続きは郵送ではなくマネーフォワードクラウド契約というオンラインの契約ツールを使わせていただいております契約時このようなメールが届くようになっております弊社のドメインからではなくマネーフォワード .com というドメインのアドレスから届くことになりますこちらにある URL をクリックしてください このようなアラート出ますかこれは心配なさず進んでいただいて大丈夫です。そうしますと、このような画面に進みます。契約者情報、送信元でスタジオコンチゴ株式会社、契約担当者弊社の総務経理の高田の名前が出てきます。これが受信者、今仮でこのアドレスと株式会社テストという名前で入れています。このまま画面の下、契約者、契約書確認済みに ククリックしてくださいそうしますと、このように契約書の内容が出てきます。これは仮の契約書の情報ですので、内容はあまり気にせずにご覧いただければと思います。で、えー、とあとはここにオンラインで印鑑をしていただく必要があります。オンラインの印鑑の仕方というのが、もうここの押印の箇所をクリックします。そうすると、このように、えー、社名、えー、これ今株式会社テストと出てますが、御社名が表示されますので、このまま 応印としてください内容が問題なければ今の処理をしていただいて書類の内容に同意クリックしますそうしますとこれで契約の締結が完了となります以上となります